ザ男な漢字騎士ユータと平野氏、洋子のタンクトップ姿イケメンすぎる超ワイルド筋肉ボディで4年越しシンクロ。日本のエンターテインメント業界は常に新たな展望と変化が求められています。その中で、ジャニーズ事務所から退所し、新たなグループ、飛べ、に合流が噂される元キングプリンスへの騎士ユータと平野氏用の話題が厚く取り上げられています。 最近、8月1日発売の映画雑誌、日本映画ナビーボル107の表紙が公開され、岸優太のビジュアルが再び注目を浴びています。なぜなら、4年前に同じ雑誌の表紙を飾っていた平野ノシとのタンクトックシンクロが実現していたからです。岸優太と平野ノシは、 白いタンクトップ姿で表紙を飾ったことで、ワイルドな肉体美を披露し、多くのファンの心をつかみました。岸シユタの大胸筋や肩周りと、平野の仕様の太くたくましい肩や影腕筋に、ファンからは絶賛の声が上がっています。さらに、岸シユタがジャニーズ事務所を退除し、戸米への合流が噂されていることもあり、 彼らの共演再始動に対する期待が高まっています。これまでの活動を振り返ると、キシユタと平野紫シは、元キングプリンスへのメンバーとして、共に活躍してきました。しかし、キシユタは約2ヶ月後にジャニーズ事務所を退除する予定であり、平野紫シも5月にジャニーズ事務所を退除しており、ト米への合流が濃厚とされています。 特に、平野潮と神宮寺雄太の飛べへの合流が、彼らのファンを驚かせる速さで発表されたこともあり、岸雄太の合流も早く発表されるのではないかと予想されています。ファンたちは、岸雄太と平野潮の共演を心待ちにしています。SNS 上では、2023年の岸くんと2019年の潮さん、 意図的ならなく、そうじゃなくてもなく、といった声が多数寄せられており、その人気の高さが伺えます。さらに、岸平最高。池岸君の表紙を見てかぐや様の使用君を思い出したといった感想も多く見られます。また、岸優太の退場後の活動についても注目されています。 すでに平野市用と神宮寺優太のために楽曲制作が進行中であり、岸優太の合流後に活動が本格化することが期待されています。平野市用はすでにソロ曲を収録済みであり、3人組のファンクラブの設立も噂されています。戸辺はデジタル会員賞を使用しているため、岸優太の合流後に修正が行われることも予想されています。 シユータとヒラ紫仕様のタンクトックシンクロはファンにとって感動的な瞬間でした。彼らのワイルドな筋肉ボディとカリスマ的なビジュアルは多くの人々にとってインスピレーションを与えています。今後の彼らの活動にもますます注目が集まりますが、彼らが新たな舞台でどのような魅力を見せてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりです。